こんにちは、ブルーホースです。ということで、31年目やってまいりましょうか。100年目に破産するブルーホース社長、行きましょう。ということで、今ですね、沖縄県に全集中しているということですね、コロナ禍もびっくりみたいな感じなんだけど、さあ、2を出すことができれば、私の元にたどり着く。3年いきなり重なってしまいました。物件、うるりん、うるりん。ちょっと待って、ここでお前ら重なられてしまったらさ、まずいって、そっか、でも俺、物件扉いろんなところにも飛んでくるんで、さあ、腰扉でさあ、ぶっ飛んでいきましょう。ところでね、私、最近ですね、すごく嬉しいことがあってですね、会社の人がですね、これを見てですね、なんか本当にさ、もう本当にくだらないことしか、もうあんなバカみたいな、何のさ、知識もかけらも感じ、知性も知識も感じられないことをさ、ベラベラずっと喋ってるだけならさ、なんでこんなに笑えるのかわかんないと、元気もらえるのかわからないって、すげえ勇気と元気をもらってる。勇気はもらってないかもしれないけど、元気はもらえてるっていうね。だからもう仕事でしんどいなーって、もう毎日を過ごしてたとしても、なんかもうあれですね、ブルーホースさんのね、実況を見ることによってね、もうなんか毎日がその、6時半になるのが待ち遠しいんですわーみたいなね、そういうね、もう喜びってね、涙がちょちょ切れるみたいなね、もうことをいただけたんでね、いやーもう僕のようなですね、下品でくだらなくてですね、安くて特売セールやってるような、シャーブレエロスがやってる。これ良くないよ。ちょっと待って、ちょっと待ってね、後ろのサラリーマンが見るのはいいでしょう。店員さんが見るのは仕方ないよ。でもさ、これさ、公共の電波を使って放送していいようなタイトルじゃないんですよ。しかも 30% を超えるってさ、もうすごくじゃないですか。もう半沢直樹もびっくりだよ。半沢直樹 40% 超えてから半端ないんだけどさ。そう。だから下品で安くて、もう特売セールやってるような、こんなトーク力で良ければ、もう、私も頑張ってですね、はい、里帰りカード、大きい日、秋田に帰って初心に戻りましょうね、って、なんか秋田に行った方がなんかもう近づけるんじゃない？なるほど、ヘリポートで飛んでいこう、とどまるんかーい。頑張って行ったらいいのにさ、1億、2億、3億、4億さ、どのくらいの借金を背負うことになるでしょうか。だってお前さ、でも現金だけは持ってたのか。よかったですね、はい。まあでもね、ベラベラとね、思いつく言葉だけでもね、ね、こうやって喋っててね、なんとなくこうさ、それっぽく面白いことが喋ればそれでいいんじゃないかと思って、あれともさ、スイタリーもう10年も帰ってます、うるさのたまには帰ってくる、おやったありがとう、里帰りかーと、咲いてる、初心に帰って、おー、明智光秀ー、さあ、時の生まれ、足利将軍明智光秀が、今、いざ織田信長に切り込みます、あせまのところ、7200まで、やったー、いいですよ、豊臣秀吉の半額とまではいかないけれども、おーと、なんか、何、大臣社長、今いる県から弾き飛ばしてしまいましょう、ヒュイー、さよなら、バイバイ、幕張メッセ、千葉県、無理無理。東京ミズニーランド、ミズギランドスペシャルで、じゃあロック進んじゃいましょう。早速ですが、もう遠慮なくゴールに向かってまいりましょう。どっちの方に進んでいくのが正解ですか。コーチ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 パンダコアラムニ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 。さあ、どこ舐め、私のことに帰っておいで。あなたの私が舐め舐めしてあげましょう。クラッシュ、みんな元気か、イエーイ。じゃあうおーだったな。はい、私かつてですね、首に巻いている昆布のおかげでですね、クラッシュに当てることができてね、おいいいかって言って、なぜかな、ブルーホースっていうのはずっとね、フルネームを言わされ続けてですね、あえてお前ちゃんと泳げるんだろうなとかな、お前見てるからなって、なんか港、あ、佐賀県の呼び込み港、 SAGA 佐賀、下ネタ言うのも佐賀、私は下品な笑いでみんなのことを幸せにしましょう。トイレ工場で便器に顔突っ込んでボコボコにされて死んじゃいましょう。さあ行きましょう。さあ次、SAGA 佐賀だったらまだあなた近いんじゃないですか。はい、飛行機でぶっ飛んでってね、はい、那覇空港から福岡空港まで飛んでったらすぐ近くですよ。はい、ぷぷぷぷぷ、やっちゃテレポートカードで、あ、残念でした、お金でか払ってどんどん借金を背負っていってください。はい、待って、でも4億もあるんだ、4億も持ってていいじゃないですか、人生勝ち組ですよ、4億もあったら。あ、おだらまんだー、やってやって、あ、しかもスカトールスプレーでこっちの方に飛ばせる。でもさ、これさ、飛行機に飛べるような、あれ少しっぴになっちゃいました。あれでもしかもさ、俺さ、こっからどこの目からさ、飛行機飛んでったらさ、すげえ近くに行けるじゃん。しかもこのまま行くとあれかな、最果ての方かな、あれかな、飛ばなかったってことはあれかもしれないね。おならの空気圧をボーンと飛ばすんじゃなくて、残念ながらあれだね。身を投げかけられたかもしれない。こうなったら、あれ？物件飛びは収容じゃなくてあれか。普通のカードだったのか。里帰りカード。ちょっと待ってね。スイタカラだと、陸路行ったら佐賀近くなんのかな。まあいいや。50マス程度だったらすぐに近づけるでしょう。ですよね。ほら、残り10マスになっちゃった。うわー、もう、本当に。破壊力がすげーな、リニアも。なんか、端から端までなんか3ターンもあれば、もう、たどり着けるレベルに近づけんじゃねえかっていう感じがするもんね。ということでさ、失った都アトランティスを私が買い占めてあげましょうと思ったんだけど、買い占められる土地がどこにもなかった。ひー、そんな
ると、そうなると、SAGA がそこだもんね。じゃあこっちの方がいいかな。じゃあここまでたどり着いちゃいましょう。ということで、ブブ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 ブ最果て村だったっけ、なんかそんな村があったような気がするんだけど、あれそれマリオだっけ、最果て村でさ、なんかあのほら雪国の世界でさ、キャーヒゲオヤジが私の旦那を殺したんでやんすーつってさ、なんかタッコありがとう、ニンニク畑2000数トンありがとう、みんなで口を臭くなってそれでもチューをしてあげようじゃないかー、ちみさ血が臭いタイミングでさ、オーラウセッンをしたと、ってさ、どうなんだろう、それはやっぱりさ、匂いの元があるっていうことで、結構、あの、強烈なことになってしまうのかな。よーん、お進んでこっこ下がるー。もう一回イエローカードの効力があったらよかったのに、まあ、そうは問屋が下ろさない。残念でした。ゴンザレス、なんかくる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 ミニカーがなんか左の方でも、あの、プラレールが回ってたんだけど、そんなことはこれ一切ない。さあ、サイコロで、残り10か。じゃあ、特急周遊でくるくる回りましょう。はい、10おめでとう。12か微妙だな。それでも佐賀にたどり着けるんですね。私の運勢は、今日は、双子座1でございまーす。チャ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 。あ、桃32。32ってなんだ ?32 周年ってことなのかな?あれ?桃鉄ってさ、スーパーファミコンかとかファミコンの時代からあったんだっけ?ってこと22億、トゥ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 、5連続で27億、一気に50億稼ぐことができました。ありがとう。しかも新幹線収入が手に入るんじゃないですか。そうなれば、バーキューブなんかいらないですよ。もう私はもう、あの、あれです、全国津々浦々、キャンピングカーで世界を旅して回りたい男なんですから。チャー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 チャチャチャパッパー。あれ、竹島?あれ、めちゃめちゃ近いやつがいるんじゃないか、確か。うわー、いいじゃん。戻るだけで済みますもんね。だお、いろいろついてたんだけど、しかもたどり着いたとこで何かをこう、これだから、あれね、ゴールにできる物件がついになくなってきたから仕方なくもう、あの、港をどんどんゴールにしてってるっていう、そういう感じなのかな。だとしたら、超つまらない状況になってるんだけど。さあ、更新。大阪府、党員、なんか、あんまりよろしくない党員っていう文字かもしれないですよ。なんだろう、あれなのかな、あの、日本維新の会なのかな。はい。そんなことしたら、なんかすごい、こう、ちょっと荒れそうな気がするんだけど、まあ、そんなことは一切これ気にしないで、どんどん進んでいきましょう。さあ、手に入ったカードは一体何かな、引き換え金おめでとう。さあこれでカード売り場に行ったら欲しいカードが手に入るかもしれない。よかったね、12ってもうすぐたどり着くことができるじゃん。その前にお前にはボンビー可愛い子には旅させてあげない、いただきます、いただきますかって、わーおー、明智光秀殿が堺商人軍用資金にあった18億ありがとうございます。堺ってことはね、豊臣秀吉か誰かをなんかあのあれから裏切ったのかな。ということで、あ、これだったら里帰りした方がいいんじゃないか。里帰りカードで、そういえばさ、書いてませんけど、地元で大切なカード戻りましょう。これで一気に30何マスくらい進むことができたんじゃないか。あの船使うよりも、これで果たしてどうなる。ということで、あなたの町を買い占め、目薬メーカーまでは買い占められませんでしたね。ってことは、雑巾メーカーを買い占めた方がいいんじゃないか、これは。目薬メーカーを買い占めて、雑巾メーカーをほったらかしにしてた方がいいんじゃないか。あれ、お金もないのに、匂いを払わないんだけどね。なんだと、そんなことが起こってしまったのか。じゃあ仕方ない、雑巾メーカーを買ってしまいましょう。うわ、残り18億か。うわ、貧乏人に一気になってしまった。どうしよう、18億しかないよ。怖いよ。やった、テレポーテーション。しかし、あー、そっか、今、故郷をか使ったからか。ってことは、これさ、テレポートを使ってさ、奴に近づいた方が早いんじゃないか。さあ、58マス、どうせボンビーがつくんだから、もう、あがいたところで仕方がないですよね。ただ、那覇、買えるようなら買ってみせましょう。ホトトギスって、ステーキハウス、あれ?那覇にも水族館ってあるんだっけ?あれ?チュララ水族館以外にもあるんだ。へぇ、チュラやー、良い子だ、おやん。まあでもさ、こんなさ、ベラベラ喋るようなさ、実況とかやってるんですけど、当初はさ、あの、全国つつうらうら回ることのできるさ、あの、楽しい実況プレイだったからさ、あの、本当はさ、一つ一つの土地をさ、あの、なんか見ながらさ、あ、ここってこんな土地があったよねとかさ、こんなところ食べましたとか、こんなさ、あの、おぉ、いいよ、100万か、まあ、ただで手に入れてこいよ。さあ、廃藩置県であなたを飛ばして死んでみましょう。私のとこを飛ばした罰としてあなたは救命でさ、帰ってこれるかな。今どんな気持ち。あ、俺鳴子買い占めたはずなのに、あれでも27月からあれなのか、回ることができなかったかな。じゃあもうあのリニア収入で、まあ、リニア収入を1枚なくすことくらいは全然何の痛みも感じないということで、34もうゴールやん。もう残り6マスやん。へえ、じゃあ行きましょう。どんどん進んでいきましょう。こっちの方に、長屋パーン、青と、山梨試験走行場を走り出すことができて、こっちの方に進んでいって、はい、小田原、湯河原温泉、いや、小田原だっちゅうの。いっちゃちゃちゃ、さあ、これでどんどん、ちょっとずつ、あ、63箇所まで戻ってきて、あと10箇所戻っていくからね、やっぱりこれあと、あれはね、3年、4年かけて戻していかなきゃいけないところなのかもしれないですね。さあ、あなた、一体、なんか、沖縄県が楽しすぎてぐるぐる回ってるのかな。うんちカードを売ることによってさ、特急、ああ、なるほどね。いや、賢いじゃないですか。シュレッダーをシュレッダーしてやろうか。はい、オッケーですね。いいですね。
ちょっとでもやっぱり張り合いのあるプレイをしてくれないと、やっぱりコンピューターのレベルが、私、ちきりすぎてですね、なんかもっと、すごい熾烈な戦いが、こう繰り広げられるのかななんて思ったりもしてたけど、まあ、残念ながら、そんな展開には全くもってならなかったっていうことで、あー、星飛び周遊がつか、もっとゴリゴリと使っていかないと、星飛び周遊と、これ、特急周遊なんだけど、まあ、6出せるからいいか。ほらね。もう出せるって信じたら出せるんですよ。人間で言霊って皆さんあると思うんですけど、これができるっていうことをね、言った言葉はね、全部ね、なっていくから、私、頭悪いんだよねっていう人は頭悪くなってるしさ、俺痩せられないんだよねっていう人は、どんどん全然痩せられないで、ブク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 太っていく運命定めにあるんですよ。ということはですね、やっぱり、俺ってスマートな体して筋肉ゴリゴリなんだよねって言ったら、そのゴリゴリになっていく自分のイメージを作りながら、そうするためのプロセスっていうのを自分で自然に踏んでいくっていうことなんです。カードリバー。もうなんなのみんな、みんなっていうかさ、もうだんだんゴールがマジで、こうなっていくの？いや、もっとさ、全然さ、買うことができてないところとかいっぱいあるんだからさ、そこゴールにしたらね、期待カード、期待へ進んでいっても仕方がないので、じゃあもう期待カードは捨てますわ。はい。もらったカードをその場で捨てるっていう、まあ、主役の根源みたいな感じのことやってますけど、まあそんなことは関係ないですよ。いらないカードはいらないんだから。さあ、特急カードにちょっとでも近づいてもらえると、私、張り合いがありませんからね、たまには私のね、亀の頭にですね、ボンビーでもスリスリしてくれたらいいのって思うんですけど、なかなかそれをしてくれないんですよね、皆さん。なんかこう、遠慮してらっしゃるのか、良き日なんかまさにそれをするためのさ、やつじゃないですか。さあ、なかなか、あ、里帰りカード。あ、でもね、秋に今頃帰ったところであんまり意味がない。あれ、これ星飛びカードで一気にやれるじゃないですか。あ、でも34マス。正気の沙汰じゃねえわ。はい、ということで、そんなことを言いながら、34マスだったら、まあ全然あれですね。じゃあ、違う。しかもそっちの方に行くんですね。あ、残念でした。九州の方に行くんだ。これって近づくことができてるのか、果たして遠くになってるのか、わからないところだよね。おー、やった、明智光秀の軍用は18億、いいですね。あ、相変わらずの豊臣秀吉をボッコボッコタイムってことで。じゃあ、こうなったらもう、みんなが30何マスで遠いところにいますんで、私は、ゆっくりゆっくり近づいていきましょうか。今、来た道を戻っていく。これが仕事のできる男の移動の仕方なんです。豊橋ゲット。はい、あー、粘着テープ、粘着してみて。てか、最近あれだね、全然進化しないね。そろそろあれじゃないか、終わったら3、2、1、キングボービーとかになるんじゃないか。だってしばらくさ、カードを割ったりさ、なんか土地をニュルリンとかテレポートカードを持ってきたけど、結局手に入れることができなかった残酷な天使のテーゼっていうところだけど、うわー、こいつも結構ギリッとグリッと近づいてきやがったな。うわー、さあどうする。あー、関西空港に着陸をしたいところなんだけど、車両が古くなった。残念ですね。はい、OK です。ほい。じゃあして、どこに指定すんの？俺が進もうとするところにうんちを。そう、お前、しばらくゴールできない。じゃあ、うんち突入カードでも買ってやろうか。じゃあ、特急周遊、じゃあ、何か、しばらく、買い占められそうな、なんか、物件をちょっと見つけようと思ったんだけど、買い占められそうな物件がこれ、こっちもない。あれ、マキのとこ？上の方かな、マキのって。あれ、マキのとこ？あれ？あれ、ちょっと、マキの？マキのさーん！あった、牧野さんあった。うん、やっぱり居酒屋だもんね。どうしよう、名古屋港。あ、名古屋港はちょっとあんま買えるところがないですな。ほい。あ、でもこんなに進めるのにあれなんだな。わ、宝くじとか泊まれたら面白かったのにな。とりあえず、ちょっとずつ近づきながらカードでも手に入れましょうか。引き換え系。あ、いいですね。カードルーバーに止まったら引き返してやりましょうか。ってことは、まあ、最果てちょっとね、痛い目にあったから最果ては捨てときましょうか。引き換え券手に入れる。シャーブレー主題歌も、すごいね、なんだろう、なんとか48とか46とかなのかな。そして毎回入ってくる収入額が一緒なんだよね。ありがとうございます。さあ、ついに1月ですね、残り3ヶ月間で、さあ、どんな波乱の人生が待ち受けているのか、特急カードに近づいて、まあ、近づくことは全然問題がないんだけど、あれから俺の亀頭にスリスリしようという魂胆なのかもしれないけどね。うん、急行収入、あ、よかったね。収入カードが手に入って、それでよかったじゃないですか。ちゃ、5000万、せっかく1億もかけたのに、あー、チンコも売れちゃったね。チンコ売っちゃったね。チンコついてないのに、チンコ売っちゃったよ。どんまい。まあ、そういうこともあるよね。あ、自分自身がゴールになかなかたどり着くことができないからって言って、ゴールさせないように、あれだね、周りを巻き込んでるっていう、クソ最低な男になったんでね。そんなやつはね、あれですよ。最果てに飛ばしてやればよかったね。ドーッとドーン、ミトロの守備は多いですね。なんで買わないの？はぁ、すいません、めちゃめちゃ買いたかったです。あー、2億1000万、ありがとう、転売。
捨てたカードとかそういうのがあれ対象の時に、ああちょっと待って、めっちゃ800万で欲しかったわ、うわ残念ですね、ということで栄えに行きましょう。栄えは栄えてるんですよね、結構ね。うん、ブランドがどんなブランドが待ち受けてるのかっていうのすごい楽しみなんですね。チャ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 、オッケー、行ってけって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 ん。さあこいつが一体どこまで近づいてくるか。さあ私は坂にたどり着くことができれば、私のお尻にラスラスすることができるんだけど、やっぱりカードが欲しくてたまらない。わあ、新幹線カードが手に入ってよかったね。ウルリンウルリン、ソーキそば、そうか、なんかしれっとなんか沖縄の星をいくつか勝てたんだね。そういうことですね。まあ土地を買うことができたとしてもさ、今さら私に叶うことなんか無理なんですよ。はい、あなたはあと50年間は貧乏生活を過ごしてください。残りの20年で私がどん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 貧乏になってきますか。大久保としみしが、はいはい、事件で滋賀県から飛ばす。はいよ、まあいいじゃないですか。ねえ、あの、徳島とかだったらすぐに帰ってくれるよ。おめでとう。ということで、どうしようかな。ちょっと待ってね。まあ一回サイコロでくるくる回りますか。サイコロくるくる、みくるくる、合わせてくるくる、むころころ。マキノはこっちの方だってね。ってことは、マキノに近づきたいんだけど、近づくことが、これ一切ないから、とりあえずどんなカードが手に入るかだけ見てみましょう。チャラチャチャチャ、スレッタ、シュレッターってなったっけ、シュレッターがシュレッターってなったっけ、デビルカード取り返し、数枚だけ、まあ別に、あの、そんなのが来たところで、次元爆弾で、あの、カードとか失われたところで、何にもこれっぽっちも痛くないし、私にそもそもボミーがつくなんていう未来が想像することができないんで、無駄っていうことですね。はい、19を頑張って出してくださいね。マックス20を出すことがね、お、残り5マスまで近づくことができ、でもこれなんかなんとなくこう私の方にこうスルッとシッ、あっち行けシッシ、あっち行けシッシ、お、これは32年目が波乱になっていく予感がするよ。楽しみですね。うわなんかこうさ、こいつだって持ってる物件がそもそも大したこともないのにさ、これでいろいろとこう波乱なことを起こしたところであんまり意味がないというか、はい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 、大したあれじゃん、あれでもないですよね。ちゃーちゃちゃーちゃ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 。さあでもそろそろうんちなくなってもいいんじゃないかなと思うんだけど、どうなのかな。ちょーありがとう。さああなたセーブ完全、いいですね。ロックスとネビーってきたの、お前最強じゃん、すげえな。よし、じゃあ、11マスあるから、ちょっとまあ近づいておきましょうか。まあ、ナスナスされてもすぐにゴールできるようなポジションについておきたいかなと思いますんで、うわー、なんかもう、すーごいあれだな。じゃあ、とりあえず、大見八幡の方に行っていきましょうか。ちゃ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 、危な、今なんかあの、自分からかっさらっていこう、行く寸前なのかと思った。ちょっと待ってね、買う。買うんだけど、で、こっちはいらない。大見牛が欲しいです。大見牛を食べてしゃぶ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 してます。お、パンツしゃぶしゃぶ。なんかパンツしゃぶりたいみたいな、なんかそんなのなかったっけ。ちゃ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 ら、決算でーす。さあ、無事に今月も、今月じゃねえや、今年も終わることができましたね。ということで、決算迎えてまいりましょう。たーちゃちゃー。今年のキャスターは、たたたたたたた。うわー、惜しいなー。ともうちょっとで200億だったのにな。残念のね、また今週でございますね。はい、ということで、総資産は、ついに3000億を突破しました。でも全員あれだね、プラスになることができただけマシなんじゃないですか。ということで、進み具合が半端ないなんかしてのことをこちょ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 やってんだよね。ということで、今年31年目もですね、無事終わることができました。皆さんが動画を応援してくださっているおかげです。ということで、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、来年もご覧いただけたらと思います。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。